赤い柱が立つ庭園にある石の上に、私たちはいつものように二人で並んで座っている。肩が触れるか触れないかのいつも通りの一定の距離感を保って、すべてがいつも通りの中で、一つだけいつもと違うことがある。深呼吸を一つして、私は告げた。ねえ、今日で最後にしようよ。やっと言えた別れの言葉。かすかに震えた語尾をできるだけ悟らせないように私は精一杯の作り笑顔を彼に向ける。いきなりどうしたの？彼は私の肩をつかみ、じっと視線を合わせてきた。別に、理由なんて何もないよ。私は彼のまっすぐな瞳を正面から受け止める勇気がなくて、さっと下を向く。足元にあった水たまりが月光を受けて水鏡となり、私たちの姿を反射していた。今にも泣き出しそうな自分の顔と対面する。なんて顔してるんだか。笑顔でさよならをしようって決めてたのに。そんな自分の顔を見たくなくて、私は着物の袖で水面に反射する月光を遮った。何か言ってよ。黙り込む私に痺れを切らしたのか、彼は私の顎を持ち上げた。そして、再び絡まり合う私たちの視線。彼に顔を固定されたことにより、もう絶対に瞳をそらすことはできない。まっすぐに見つめられると決意が揺らいで、このまま本心を伝えてしまいたくなる。ねえ。何か理由があるんだろう。絞り出された細い声で、あなたは私に問いかける。何も、ないよ。あなたは何も悪くない。あなたはただ私に優しく接してくれていただけ。そう、それだけなんだ。だけど、私にはそのあなたの優しさが辛かった。優しさは毒のように全身を駆け巡り、その毒が心臓に達した時には、もう手遅れだった。あなたに対して、愛しているという感情を抱いてしまったのだ。私が決して、あなたに抱くことが許されぬ感情を。それがどんなに恐ろしいことか、あなたにはわかりますか？永遠に訪れない夜明けを一人待ち続けることの怖さが。自分を騙し、いつか叶う日が来ると、現実から目を背け続ける怖さが。夢を見続けるには、少し年を重ねすぎてしまった。私はもう、あなたと初めて出会った頃の、幼い少女じゃない。いつまでも、心地よい夢に溺れ続けることはできない。私の瞳から溢れ落ちた大粒の水滴が、水鏡に波紋を作る。彼の耳元に口を近づけて、私は、真実を告げた。私の言葉を聞いた瞬間、大きく見開かれた彼の瞳。嘘、だろう。嘘じゃないよ。嘘だったら、どんなに良かったか。顎に添えられた愛しい手を、そっと離させ、座っていた石から腰を上げた。だから、私のことなんて、早く忘れてね。振り返ると、さようならの決意が揺らいでしまうから、私はそのまま彼に背を向け、早足に歩き出す。真っ暗な夜道を、月明かりだけを頼りにして。最後に見たあなたの顔は、最初で最後の泣き顔だった。数日後、あなたは私の横を無言で通り過ぎた。正面に彼を見つけた時に抱いた、私のことを呼び止めてくれないかな、なんて甘い期待は一瞬で砕かれる。こちらから声をかけたい気持ちをぐっと胸にしまい込み、私も彼に背を向ける。不思議だな。こんなに胸は痛くて、辛くて、張り裂けてしまいそうで。こんな気持ち、すべて捨ててしまいたいのに。どうしてだか、あなたに出会わなければよかったなんてこと、少しも思わないんだ。あなたに伸ばしてしまいそうになった手を、そっと体の後ろで交差した。そして、あなたの名前を呼んでしまいそうな口を、ぎゅっとつぐんで声を押し込む。届けられないこの思いは、溢れ出さないように、心の箱にしっかりと鍵をかけて、奥の方にしまい込んだ。あなたにこの気持ちを伝えれば、私は楽になるかもしれない。だけど、私のせいであなたを苦しめることはしたくないから。これからもずっとこの痛みを抱いて生きていこうと思う。この痛みは、私があなたを愛していた証だから。後ろ髪を引かれながらも、彼に背を向けて一歩踏み出した時だった。はじめまして。見知らぬお嬢さん。かんざしが落ちましたよ。心地よい声にドキンと心臓が跳ねる。静かに振り返ると、目の前には胡蝶蘭のかんざしが差し出されていた。けれど、そのかんざしは私のものではない。差し出されたかんざしから、私はゆっくりと視線を上に上げる。はじめまして。見知らぬお兄さん。私がそう言うと、男性はそのかんざしを優しく私の頭に刺した。